マイクテスト、マイクテスト。
これ虫の音すごい。虫の音するね。中の方がいいか。スズムシ。うん。もうだいぶするね。虫飼ってんの。だいぶ。だいぶする？だいぶするよ。中行くか。それはそれでいいけど。大丈夫じゃない？大丈夫ですか？なんか。他の電波どうですか？めっちゃいい。大丈夫。一番いいかもしれない。フィンランドが一番いいわ。電波。フィンランドいるの。車なし。車なの。ちょっと移動中で。ちょっとキノコ狩り行っててちょっと遅れました。何だっけな。なんかちょっと楽しんでんな。ちょっとあの部屋を借りて安定したところに行きます。またあそこの図書館じゃないの？今日は違います。違うところ今日。今多分ハスキー出てくるまでハスキーがビデオオンしたら開始したいと思うな。はい、ゴメスじゃん。あ、マキバオです。違いますよ。やってください。ゴメスもなんか普通に俺なんか 何も違和感なかったから普通にスルーしてた。てか、アトム君とゴメス、ちょっと僕のことを最下位みたいなやめてもらっていいですか？来ましたよ。ごめん。見てんな、しっかり。はい。では、皆さんお待たせしました。ね、9時になりましたので、始めていきたいと思います。では、今日もよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。でですね、4つの、今日はですね、まず、コーデの採点からいきたいと思うんですけれども、まず最初にですね、まあ、罰ゲームを視聴者の皆さんからですね、ちょっとチャットでいただければ、誰が罰ゲームをするかっていうところを今から採点するんですけれど、最初にまあ、罰ゲーム、視聴者の方からちょっと、いただいたところからですね、まずマキバオーとファービーにですね、うん、選んでいていただいてですね、で、行きたいと思うんですけれども、ちなみに、マキバオー、ドベは誰そうですか？ファービー消えちゃったね。移動中だろうね、多分。ファービー移動中だ、これ。ドベは、うん、意外と、うん。のどちんこさんあるんじゃないかなっていう。のどちんこさん。うん。あのね、カメラワークが悪すぎるんすよ。
カメラのスタイルの良さが全然生かされてないっていう。フリテの問題、なるほどね。なるほど。なるほど。伝わってない感じがしますね。なるほど。あの、ちゃんとあれですよね。あの、のどちんこが、あの、滞納してる罰ゲームは、あの、1個はもう、履行済みで、もう1個は、あの、進行中ですかね。もう1個、はい。もう、でも取りましたんで。終わりですかね。カミングスーン。そろそろいける。カミングスーン。はい。なるほど。視聴者の皆様、あの、チャットの準備をしといていただいてですね、この後、クイズ、プレゼントクイズがありますので、で、チャットの準備と、今から、あの、4つのコーデの、ね、順位を決めますので、罰ゲームをちょっとですね、皆さん、なんかこう、何でもいいのでですね、まあもう皆さん、おそらく、何回目 ?3 回目かな ?YouTube ライブは。予想するには多分、のどちんこだと予想されてるとは思うんですけれども、のどちんこがやる設定でもいいですし、他の人がやってほしいでもいいんで、ちょっと罰ゲームをちょっと今、チャットでもう何でもいいのでですね、打っていただけると、ちょっとそこから、マキバオとファービーが選びますので、はい、ちょっと、パソコンだったら見れるんだ。フィンランドだと遅いかもしれないね。どうだろう、どうですかね、ちょっと待ってくださいね。うん。大丈夫だと思いますよ。あ、すいません。コーデが神戸に聞こえるということで、すいません。コーディネート、4つのコーディネートです。4つのコーディネート、ね、神戸の採点。で、ちなみに採点はですね、事前に、YouTube のメモ欄にですね、投票いただいた票数はですね、うん、1票をマイナス10点でカウントします。マイナス10点で。これがですね、皆さん、優しいんで、こう、スケベかっこいいは送ってくれるんですけど、ドベを入れてないんで、それ票数に入ってませんので、ね。うん。プラスされないのね。そうそうそう。プラスはないですからね。要は、ドベを書いてる人かける、まあ、ちょっとマイナス10点と。で、そこにですね、今回はですね、審査を依頼した方が、5名いらっしゃいます。5名いらっしゃいます。ね、うん、身近な方です。身近な方。ね、うん。まあ、まずはですね、それぞれ、ここにいらっしゃる方で、最大者の方の妻です。妻ですね。最大者の方、妻です。うん。何人 ?4 人。4人。うん。うん。4人ね。プラス、目黒区のピーコが体験しますので、まあ、たまたま目黒区のピーコに出会いましてですね。で、どうしても、そう、おすぎじゃなくてピーコよっていうところは、念を押してっていうことで、とりあえず、5人の採点を100点で割り振ってますので、はいはいはい、合計100点持ち点があってですね、その100点を割り振って発表していきたいと思いますので、それで、はい、4つのコーデそれぞれ合計して、さらにそれをもうガチャンコ合計しますので、それでドベを決めて、ドベを。ドベを決めます。全部でね、全部で。うん。どうですか？怖いなぁ。どうですか？ファービー、マキバオ、ちゃんと聞き入ってちゃダメだよ。罰ゲームを選んでよ。この皆さんが送ってきてくださってる、はい、チャットの中から。なんかね、モーニングルーティーンとかいいかもしれないけど、ダサい人のモーニングルーティーンになりますけど、大丈夫ですか？何かな、悪魔のでもモーニングルーティーン見てみたいな、俺は。一週間ヒゲ剃らないのは、なんか、いいかもしれない。モーニングルーティーンいいかもな。なんか、髪で遊ぶ系多いかもしれないですね。髪の毛、もう髪の毛で遊ぶ系っていうことで、なんか だんだん限定されてるような感じがしますけどね。遊べないやついるってこと、うん、遊べない遊べないやついるな。左半分も遊べないですよ、僕。なんか結構面白そうになるな。何
なんかこれはなんか今日すぐやっても良さそうなのが罰ゲーム、 LINE のトーク履歴で一番古い J リーガーにいきなり生電話してみるとかどうでしょうか。結構面白そうですよね。この YouTube ライブ期間中にできるかもしれないですね。確かに、うん、それいけるな。それ面白そう。それいいっすね。時間帯に言っちゃったらよるけど、まあでも今まだ起きてるか。10時ぐらい。でも、あの、ボリュームとしては、それと、もう一個ぐらい罰ゲームしてもいいですからね。10万円以内で視聴者の欲しいものを買ってあげるとかっていうのもありますけど、大丈夫ですか、ね、あ、フリーズした、フリーズした。大丈夫でしょ、みんな。気になるね。これ、やだな。ごめんなさい、自分じゃない。これいいんじゃない。西大吾さんのモーニングルーティーンを真似して動画にするとか。これ面白いかも。きついわ。真似するだけでしょ、だって。これ面白いかもよ、でも。なんかあの。じゃあ、めちゃめちゃ僕作ってもいいってことですよね。そう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 。うわ、やだわ。真似するだけだからさ、それを。いいわ。これいくか。なんか俺が決めちゃったらダメだけど。なんかめっちゃ面白そうだ。そうするとなんかあの、ね、スケベを道連れにできるという設定もあるんで、視聴者も喜ぶかもしれない。結局、その原画も公開されるってことですね。確かに。モーニングルーティーン。やめよう。あんのルーティーンあんの朝のルーティーン。モーニングルーティーン。気になるんだけど。めちゃめちゃあるよ、そりゃ。あるんだ。もう細かいよ。細かいよ。秒刻みだから。そう。すごい。起きてそのままっぽいけど。起きてそのままトイレだ。え？もうずっとトイレ最初。あ、おしっこね。ルーティンね。じゃあ、おしっこのじゃない。うんこの方。え？マジで？起きてすぐ出るんですよ、俺。必ず。そのルーティンちょっと真似できないわ、俺。でしょ？できない。ハードだよ。で、お試しは欲しいよね。ハード。時間欲しいな。これもいいかもね。監督と一緒にオープニングダンスする。いや、きついな。頼みづらいわ。みんなが監督だから意外と。ステップできないんじゃない？西は全然いけるけど。ステップできない。札幌の監督ちょっと膝悪いから。うん、西はみんな鉄人ヘアにするって場合は、鉄人がドベの場合は 何するんだろうな。こっち変わるんじゃないですか。髪は切らないな、ちょっとな。鉄人ヘアは無理だわ。お前やっぱりイケメンだから似合うってやつだよ。新潟に来て、はい、利用させて。鉄人が来て、ね、わざわざ切る。一応日帰りで行かないといけないとき。喜ぶよ。それは。喜びます。でも負けなきゃいいですもんね、みんなね。そうそう。最下位の人が真似する人を指名でも良さそうって書いてるから、最下位の人に選んでもらった、そう。それでもいいかもね。どう、うん、これいくか。はい。うん。最下位が。どう、面白そう。面白そうだよね。はい。じゃあ、これに決定します。え、それって、ちゃんとやってるルーティーンをやんないといけないってことですか？そうだ。モーニングルーティーンだから。モーニングルーティーンって、家のモーニングルーティーンですか？うん、そうそうそう。朝の。朝起きて、その練習行くまでのってことですか？そうそうそう。どう？俺全然面白くないですけど、いいですかね、もう。俺も全然面白くない。ダメだ、マジで。なんか特に変わったことないな。なんか絶対これするとか。ハスキーだねえわ。巻き場を選んでくれよ。でもなんか、モーニングルーティーン、面白いっすよね。あ、そう。じゃあ行ってみよう。とりあえず、どうなるか分かんないけど。いいの？俺のでいいの？トイレとかしかないけど。え、違う。なんで、あれ選ぶんだから。そう、選ぶんだから。あの、ドベの人が選ぶんだから、そう、真似するってことは、うん、俺のトイレでいいってことは、うん、ハスキーのをみんなが選ばないはずだから、それ大丈夫だよ。うん、みんなこう。そうですね。俺が負けた場合、誰か選んで、それと同じことをすればいいってことか。そう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 。イエス。
オッケーです、オッケーです。なんなら、あれじゃない？ファービーを真似するでもいいんじゃない？あの、ちょっと、フィンランドの朝と違うかもしれないから。なんか気になりますね。朝一サウナ言われても無理だな。一泊温泉しないといけない。それはコーヒー、朝一サウナ。コーヒー入れんだよ、コーヒー。コーヒー入れてそうすん。コーヒーとサウナ、確かにきついな。でも、そしたら、ナイトルーティーンはどうですか？だから、ナイトルーティーンでもいい。どっちがいい？どこがあるか。そっちの方がありそうですね。そっちの方がありそう、モーニングの方が。ありそうっすけど、なんか、寝ぼけた感じで、なんか、やる方が面白い気はしますね。オッケー、じゃあ、モーニングルーティーンに行きましょう。はい、決定です。じゃあ、モーニングルーティーンを指名した人の行くという罰ゲームでいきたいと思います。Yes. それでは、ね、はい、4つの採点を発表していきたいと思いますので、まずはですね、これどういう順番に行くかっていうのを考えたんですけどですね、もうなんとかのどちんこを応援するという意味も込めてですね、発表をのどちんこを最後にします。全部。おそれはどうなるか。いいのか悪いのか。どうなるか分かんないけどね。分かんねえな。一応ですね、ちょっとこうね、コメントもお願いしてるので、なんか僕が面白そうなとこをピックアップして発表していきたいと思いますので、はいはいはい、まあ、お付き合いいただければと思います。はい、まず最初、ね、一番目はですね、ファッション誌、おしゃれ J リーガー特集ですね。あん時の4つか。そうそうですね、そうですよ。いきます。いきますよ。どっからでもいいんですよね。のどちんこが最後だったら。まあ、年の上から順に行きましょうか。ね。まず、この、おしゃれ J リーガー特集、なんとですね、コメント欄はですね、はい、ハスキーのみでしたので、しかも4票ということで、まずマイナス40票です。いや、40点。俺が？そう。はい。うん、いきます。で、まあ、マイナス40スタート。早くマイナス40スタート。うん。うん、でですね、これもですね、まず、もうまず、スケネの点からいきます。はい。いきますね。のどちんこ妻、ね、35点。ファービー妻、50点。鉄人妻、10点。マキバオ妻、19点。目黒区のピーコ、70点。合計184点。それ、いいの悪いのどっち ?184 点。何点満点？ 100 点満点で10点とか言ってんの、鉄人の嫁、おい。間違えたんじゃん。そういうの言ってますから、そうなりますから。どういうことだ？そういうのいい。これはちょっと八百長じゃないかな。ね。84点。面白いですね。まあ、ちなみに、まあ、後でね、鉄人の、妻のコメントもいただいてますので、読みますけど、まずは、まあ、まあ、まだ分かんないですから、スケベさん、うん、落ち着いてください。次、これちょっといきましょう、じゃあ、ハスキーいきましょう、はい、ハスキーね。これちょっと鍛えるな。うん。ハスキー、のどちんこ妻、10点。まあ、最初は辛いんだな、みんな。コメント、あ、辛いってあれだよ。合計100点しかポイントがないからね。100点しか。あ、合計100点。振り分けるってこと？そうそう。そうだよ。うん、100点しかない。なるほど。うん。じゃあ、ピーコの点は僕、すごくないですか？相当高いから70点。ちょっと、我慢してみんな。のどちんこ妻10点のハスキーのコメントが。おもろいです。やっぱりパンツの丈がごめんなさいって書いてあります。あれな。丈ね。わからないか。はい。はい。で、ファービー妻、15点。お、5点上がったよ。うん、鉄人妻、25点。マキバオ妻、19点。うんうん、19好きだね、マキバオ。刻むね。目黒区のピーコ、2点。合計31点です。31。なんかマイナスから始まって低いな。もう諦めモードじゃん。いや、全然ですよ。okay. 部屋着ありますから。OK? そうだ、部屋着残ってる。
あの部屋着な。はい、ちゃんこでは、はい、次、鉄人です。鉄人、のどちんこ妻、30点。ファービー妻、5点。おい鉄人妻、40点。牧場王妻、32点。おいし。目黒区のピーコ、14点。合計121点です。おえ結構鉄人、鉄人。鉄人の妻、鉄人に40ポイントも言ってるよ。すごいよ。すごいよ。旦那押しすげえな。旦那押しすげえな。ピーコの点が大きかったな。確かに。さあ、注目してください。注目してください。はい。いきますよ。頑張れ、のどちんこですからね、今回の企画は、はい。あ、コメントなしですか？鉄人、コメントなし。あ、あとで、これ、まとめて読みますね。はい。はい、頑張れ、のどちんこ。のどちんこ妻、はい、25点。どうなんだろう。これですね、コメント、色合いはいいけど、はい、シャツの型が古いっていう。分かってんな、やっぱ。お、ファービー妻、30点。お、いいんじゃない？いいんじゃない？鉄人妻、25点。悪くない。牧場王妻、30点。いい、目黒区のピーコ、14点。辛口だな、ピーコ。合計124点です。おお。いや、すごい。おおおおおお。いい、いい、いい。大体みんな同じぐらいじゃないですか？うん。いいですか？一人のぞいてます。これですね、ちなみに、鉄人妻からのコメントです。40点鉄人。このコーデはよくしてて、お気に入りなんだなと思ってます。25点ハスキーに対しては。何やそれ、何やそれ。知らないよ、それ。ハスキーそれ、早川家でやれよ、それは。T シャツはどこで見つけたの？感があって、おしゃれな雰囲気。雑誌のおしゃれスナップに一人はいそう。ですね、そう、その一人なんだよね。うんうん、で、これ、25点、のどちんこ。爽やかな感じがいいです。ちょっとオラオラ系な感じがして点数低めですってなったんですね。オラオラ系あったか。はい、これ、また面白いですよ。次、はい、10点、スケベ。トップスが入院してる患者さんが着てそうなデザイン。これ、怖いな。ボロクソ言われるじゃん。なるほど。OK ですか ?OK ですか、ね、まだ入院患者ってことね。はいですよ。まだまだ、今のところ、ね、今のチャンピオンは、なんと、スケベでした。184点ということで。マスキーが31点ですからね。頑張っていきましょう。よし、来い。ちょっと質問いいですか？何ですか？僕、最初40ポイント引かれてるってことですよね。それが入って31点となります。なるほど。じゃあ、それなかったら70だったってこと？そうですね。71点だそういうこと。でも、全然届かないね。いや、もう全然。まあ、いい。ういうまあ、最初だから。最初ですから。うん、みんな、コメント大事じゃん。コメント大事じゃん。冷静に行こう、冷静に行こう。ね、コメント結構傷つくな。冷静に行きましょう。よし。はい。では、次。夜景デート編。お。これですね。これはですね、ちなみに、コメント欄で、ね、マイナスポイントは、うん、ハスキーがマイナス20点。よく来るな。マイナス30点でスタートとなります。おーし。よし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 。でもありがたいよ。なんか逆境を与えてくれてるわ。その人たち、俺に。ある意味正解だよね。逆境じゃない。逆境じゃないよ。嬉しいよ。正解なんだよ。いきます。じゃあ、まず、スケベから。ね。のどちんこ妻からはね、45点です。ね、あれだ、うん、上級者のあざといおしゃれ、女の子意識しすぎてるっていうところですね。たまに傷ね。おめ、たまに傷は言ってないからな。はい、で、
ファーディー妻35点。鉄人妻40点。巻き魔王妻40点。高えな。持ってったな、そして結構。目黒区のピーコは70点。大悟くん、これやってるでしょ。やったな。なんだピーコ、俺抱いてるな。誰な。ピーコでしょ、これ。ピーコ。ピーコ知り合いか、お前。そしてピーコ、多分俺がいじられ役っていうのも分かって2点とかにしてるわ、これ。分かってるな、これな。分かってる、これ。相当サンクスチャンネルのこと見てるな。好きだね。好きだな、これ。で、はい、合計得点は合計得点は230点となります。あけいや、はい、高いよ、もう。追いつかないよ、これ。はい、いきますよ、いきますよ、皆さん。次、期待してください。ハスキーですから。はい、あ、来た。のどちんこ妻、15点。うわうわうわ。ファービー妻、10点。よし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 、いいぞ。鉄人妻、10点。いや、いいよ。巻き場王妻、10点。そして目黒区のピーコ、マイナス30点。マイナスあんの？マイナスあんの？合計、マイナス5ポイントです。マイナス5。俺せっかくマイナス取り返したと思ったのに。どんなんだったっけね、これ見たいね、今見たい。いや俺も全然何来たか覚えてないな。夜景デートです、夜景デートですから、思い出してください。あとでね、コメントでちょっとわかるかもしれない。じゃあ次いきます。鉄人頑張ってください。のどちんこ妻、20点。ありがとうございます。ファービー妻、10点。軽くしてな。鉄人妻、30点。巻き場を妻、27点。目黒区のピーコ30点です。おお、合計87点。はいはいはい、これもねマイナス30がちょっと効いてるかもしれないですね。まあ、ピーコさんの点と大きい。はいはい。そして我らがのどちんこいきましょう。よし来い。のどちんこ妻ワイフ30点。おお、うん。コメントでですね、T シャツや靴の外しで脱ノーマル、ディナーでオールバックは嫌って書いてありますね。服関係ねえじゃん。服だよ、服。はい。服だから。ファーディー妻、45点。高いですね。はい。高いよ、フォービー妻。20点。おー、高い。妻、23点。いいんじゃない？目黒区のピーコ、30点。お、ピーコにしよう。合計148点。お、ピーコも100点消費してるよ。結構来たね、これ。いい感じだ。うん、いや、あれだよ。マイナス30があるから、合計100点。マイナス30がさ、もうさ。そうそうそう。うん。で、夜景デートのコメントですね。夜景デートのコメントはですね、はい、ファービー妻からです。これなんかね、のどちんこさんって書いてないから、千葉さんのスタイルの良さが際立ちました。拍手。中に合わせたシャツの感じがすごくよく、奥様とのエピソードがさらっと出てくるのも爽やかで良かったです。大悟のこだわりジャケットはとても好印象でしたが、パーカーとジーパンの色味がちょっと安っぽい印象に変えてしまっていたように思いました。クニヤは靴を買おう。タクマは何だろう。笑い。タクマに関してもう笑いだ。で、この、ね、夜景デート、ね、マキラ王の妻からはですね、夜景デート、スケベダントツ、ね、あら。鉄人とのどちんこ、僅差だけど、鉄人の方がちょっと良いと。まあ、そういう点をいただいたということですね。はい。以上です。ちょっと待ってください。俺にコメント？すいません。ない、ない。ない、ない、ない。ないんだ。ちょっとエアコンつけますわ。エアコン。だいぶ涼しいと思うけどね。もう暑いよ、北海道は。北海道は。はい。そしたら次。ね、いよいよ3番目。ルームウェアです。ルームウェア。
ダルメア何来たかな、俺。来た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 。差が出ますよ、多分。タクマの伝説じゃないの、それ。来たじゃないよ。タクマ高いんじゃない、これ。俺ちょっとね、差が出ないんじゃないかな。これにちゃんちゃんこれに点数くれなかったらもうどうなんだろうって思っちゃった、正直今、うん。なんなら勝負服だったもんね、あの時の、ね。まあそうっすね。そこで。これいきますよ。はい。まず、スケベ、のどちんこ妻、25点。うん、ファービー妻、20点。鉄人妻、30点。マキバオ妻、30点。ありがとうございます。目黒区のピーコ80点。かけえな。これもう絶対でしょ。ニューヨークだろ。知ってる人だろ。180ですか ?185 です、合計。185。ピーコさん、ありがとう。申し訳ない。これね、発表するの忘れてました。わざとですけど、コメント欄、これ、はい、マイナス60ポイントで、のどちんこです。おいめっちゃいかれてる。すごいいかれてる。これね、あとでもうね、みんな吹きますから、ちょっと、あのね、お楽しみを。では、いきます、はい。次、ハスキー。頑張れ、ハスキー。はい、いくよ。はい。のどちんこ妻、50点。おー、高い。おばあちゃんの愛情と、荒野さんの心意気が素敵。これは高得点狙いますね。もう、今日、勝ったわ。おばあちゃん出してくんだね。ちょいちょい。ファービー妻。50点。ああ、おえ、うん、嬉しいな。鉄人妻、35点。巻き場王妻、20点。目黒区のピーコ、10点。いや、高い、高い。高い、高い、高い。高い165点。目黒区でちゃんちゃんこ規定していないから。まあ、流行ってないのか。流行ってないから。165点ですから。165点すごい、ね、すごい。はいね、高得点だね。では行きます。鉄人。のどちんこ妻、13点。うん。ファービー妻、20点。はい、ありがとう。鉄人妻、20点。巻き場を妻、30点。よし、イエス。目黒区のピーコ、30点。おい、ピーコ。合計113点です。よしよしよし。高いな。高いぞ。程よいね。これマイナス、ピーコ。ピーコ過ぎたな。マイナス来る、ね。過ぎてる。ピーコ、もちろん過ぎてる。行きますよ。お、いいところに気づいてますよ、それは。行きます。はい。ルームエア、のどちんこ。声。まず、のどちんこ妻。ワイフ。12点。ちなみに、のどちんこ妻12点のコメントがすごくてですね、これ。ユニクロじゃなくて無印だよ。間違ってるっていう。そりゃ買った張本人だもん。わかるよね。ファービー妻10点。鉄人妻5点。巻き場を妻20点。俺高い。目黒区のピーコ、マイナス20点。マイナス20来たよ、これ。合計はマイナス33点になります。マイナス33、さっきのマイナス60を含めてですか？入れて、そうです。入れてマイナス33？うわ、はい、結構来ましたね。はい。いや、まだ余裕あるよ。まだ余裕あるよ。計算してるな。うん、はい、ちなみに計算してるから大丈夫。ちなみにですね、ここではですね、コメント、ね。ルームウェアのコメント、鉄人妻から、ね、35点ハスキー、リアルな私服で勝負してるのが良かったです、はい。もこもこ靴下は女子力高いので、プラス5点と書いてある、ね。ああ、いいんだ。5点くれたんだ。うん、プラス5点。ふみや、送ろうか靴下。ばあちゃんに頼んで送ろうか。ないからさ。30点、スケベ。ね。全身灰色だけど、白 T がチラ見えしておしゃれでしたって書いてますね、うんうんうん。20点鉄人、色味が暗いグレーでもう少し明るい色味の方が雰囲気が明るくて好きですって書いてますね。で5点のどちんこ、
部屋着じゃなくてパジャマ感がすごい。シャツインでお腹は冷えなくてポイント5点。インしてなかったらゼロだったってことです。危ない危ない。よかった、インしてて。で、牧場を妻からはですね、ルームウェア、のどちんことハスキーの方が一緒にいて落ち着きそう。おお。スケベと鉄人はかっこつけすぎだと思うけど、かっこいいだって。よかったですね。そういうとこあんだよな。褒めてんだな。でも結果ダメっすよ、大悟くん、それ。そうなんだよ。落ち着けないから、部屋なのに。そう、うん。部屋で一番大事なのは。スウェット上下だぞ、スウェット上下や。たくま、部屋で一番大事なのは何？ちゃんちゃんこでしょ。そこ落ち着くとこだよ。あ、間違った。ちゃんちゃんこじゃねえよ。落ち着かねえな。はい、ではですね、ここまでの、ね、勝てそうな気がする、3つの合計というか、まあ、ここまでの勝計はですね、スケベ599点、ハスキー191点、いい、ね、鉄人321点、のどちんこ239点。ここまで逃げ切れるか。逃げ切れるよ、大丈夫。あと1個だもんね。最後あと1個。あと1個。メガネ。あと1個です。なんだよな。でも100。メガネか、最後。そう。俺も荒れますね、多分ね。俺のピーク越しちゃったもんな、もう。そうなの、部屋着。そう、自信そう。部屋着しか勝負してないよね、俺だと。おぉ。どうですかね、ちなみに最後行く前に、巻き場を、どうで誰寄せようですか。いやでもあとメガネでしょ。うん。いやジョブズきつかったもんな結構。これさ、ね、これさ、マキバオも最下位当てれなかったらやってよ。なんでそうなの。予想外れたらやってよ。なんでそうなんの。巻き添え事故、なんか先輩後輩が出まくってるなこれ。なえ、ファービーはどうですか。ファービー誰行きそうですか。いやー。まあ決まっちゃってると思うんですけど。何やこの言い方。いやーどうだろうな、ハスキーかな。まあまあまあ、前回のライブでもそうやって言ってましたから。おお、言ってたけどね、違うかもしれないからね。見てみましょう。最後のまくりがあるか。そうだね。楽しみだな。では行きます。メガネ。ドレッサーショー。メガネ自信あったぞ、結構。行きましたよ、うん、では。スケベさん、行きます、スケベさん。行きましょう。一番自信あるよ、ま、これ。お、のどちんこ妻、50点。ああ、ね、ヴィンテージメガネ、さすが。スーツもブランドで統一感バッチリというコメントになってますね。シャープ。ファービー妻、55点。高い。高いね。追いつかない。いや、50点。いやすごい。マキバオ妻25点。おっかない、うん。そして目黒区のピーコは80点。ピーコ高い。これしかもサンクスチャンネルにオーランドブルームいましたって言われて。みんな大好きオーランドブルームいましたということです、ね。いないよ。みんな大好きオーランドブルームということで、はい、では行きましょう、頑張れハスキー。あ、どうしようかこれ、ハスキー後にしようか。後がいいですね。一番最後じゃない、一番最後にしようか、はい、うん、そうっすね、一番最後がいいです。一番最後にしようか。じゃあ行こう、鉄人。最後から2番目ぐらいの方がいいかもしれない。点数後の2人聞いたら大体点数分かっちゃうじゃないですか、残ってるので。ああ、そう。計算してんの、計算してんの、そんな分かる。いや、わかるってか、いや、これはね、まあ、ハスキー最後でいこう。じゃあ、頑張っていこう。ハスキー最後だ。いきます、鉄人。あ、これね、うん、さっきのまた、わざと忘れた、そう、コメント欄でいくと、これ言いづらいんですけど、鉄人マイナス20点。おかしいやろ。で、いや、おかしくないんです。まだいます。ハスキーマイナス70点。はい、いやしやし。
わかんないよ、わかんないよ、まだ。まだね。そろそろ退出していいっすか。モーニングルーティーンの準備しといて。ではいきます、鉄人。はい。のどちんこ妻20点。よし。ファービー妻15点。鉄人妻20点。巻き場を妻20点。おい、目黒区のピーコ40点。どうでしょ、ピーコ。合計95点。粘ったんじゃないですか、これ。これ、でかくないですか、うん、粘ったかもしれませんね。粘った、粘った。95。でかいね、これ。計算してます。計算してる？いきますよ。はい、頑張れ、のどちんこ。頑張れ。頑張れ、のどちんこ。のどちんこ妻、30点。お。スニーカーはちょっと違うっていうコメントがありました。厳しいな。ファービー妻、買いに行こう。15点。ファービー妻、15点です。おい。鉄人妻、20点。おい。巻き場を妻、30点。お。目黒区のピーコー30点。あれ合計125点。お目黒区のピーコーかなり。かなりポイント上げてるね。うん、俺で調整してきてんのか。そういう、そういうのじゃないぞ、これ。そういうのじゃない。おお、ちゃんと持ってる点数でやろうよっていう言いたいの。何なんだろう、それ。いや、ちゃんと持ち点はみんな合計100点でちゃんとそこは精査してますから、ハスキー安心してください。あ、オッケーです、オッケーです。落ち着いて、落ち着いて。厳正なる持ち点は100点です。はい。うん、さあ、行きましょう。ハスキー。ハスキー。はい、のどちんこ妻、0点。でもちゃんとできたコメントで iPhone13 欲しいですって書いてあります。いや、もうやりません。アンドロイドに変えてください。アンドロイド面白い。ファービー妻5点。高く感じるわ。鉄人妻10点。いや、起きた。巻き場を妻25点。ほらほら。そして目黒区のピーコはマイナス50点ということですね。マイナス。そうそうそう。だから100点持ってるのにマイナスってないんだから。合計マイナス80点と。マイナス80やね。はい。いやこのね、まず、コメント、ね、コメントはですね、メガネコーデのコビネ、ファービー妻からですね、大悟のメガネがとにかくかっこいい。メガネドレッサーだからこそちゃんとメガネに重きを置いている。服はこだわっているけれどシンプルなセットアップにすることでメガネが主役のコーディネート完璧でした、ね、すごいな。うわすごい。千葉さんのスーツは素敵でした。スタイルの良さを際立たせていましたがメガネが脇役な上ただのメガネ感が残念。フミヤはメガネが似合っていましたが足元が気になります。タクマはメガネの機能で点数が入ったレベルですね。コンバースハイカットにしたのに全く生きないパンツとの相性というコメントがありました。メガネ、いやメガネの機能気づいてくれたかやっぱり。はい、すごいな。それではですね、はい、まず第合計第1位はですねスケベさん859点優勝です。で、ありがとうございます。ここはもうさ聞かなくていいよ。おっと、そしてお第2位は鉄人、うん、416点ですね。416点。そして第3位は、はい、のどちんこさん脱出しました。よしよし、364点。一つ上がったぞ。今回は決定、ハスキー111点でした。頑張っていきましょう。よし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 。モーニングルーティンです。ルーティン。モーニングルーティン。OK です、OK です。OK。頑張っていきましょう。どうでしたか、皆さん。感想、感想というか。いやー、とりあえず僕はビリ脱出できてよかったですね。
ちょっと自信持てました。そして今度から服買うとき、奥さんのアドバイスを 100% 信じて買おうと思いました。以上です。おお、なんか優勝した人ぐらいの勢いがいや、目黒区のピーコの公開はないんですよね。目黒区のピーコはもう、いい子誰なんだよ。ピーコちょっと会いたいな、俺。そっちはさ、もう褒めないでるからいいけどさ。ちょっと会いにくいよ、俺は。そうだ、俺なん、俺も嫌だよ。で、ちなみにどうするよ、ハスキー。誰のモーニングルーティーンか。確かに。もう誰でもいいっすね。誰が面白いっすか。誰が面白いだろう。はい。そう、なんかみんな同じような。どうせみんな朝コーヒー飲むんでしょっていう思ってる。家で。いや、家か移動かな。どこまでのモーニングルーティンかでね。いや、もうここはね、なんかコメントで小野さんっていう人が大吾さん指名してなってるから、うん、ちょうどなんかね、優勝したら服あげようかって言ってたりしてたから、その、あの、打ち合わせも兼ねて、あの、スケベさんでいいんじゃないですか。やりますか、大吾くんのモーニングルーティンを、うん、はい、真似できるかな。なんかアイテムとかタクマ持ってないやつとかあるんじゃない、もしかしたら。全然あるよ、もちろん。だから買いに行かなきゃいけないからね、まず。そうだね、買い出しだから。まあ段ボールとかで作るでもいい。いいかもしれないけど。ああ、それ面白い。なんとかして準備しますと。うん、じゃあやりますよ。そういう感じのね。え、もう自撮りってことだよね。自撮り棒とか使って。そうだね。だよね。うん、だから、別起きてんのにネタ風で撮んなきゃ。ネタ風で、あの、わかりますよ。こう、あ、今起きたぜみたいなね。で、化粧バッチリして女の子めっちゃいるじゃん。ああ、いや、よし、みたいなね。そんな感じのやつ欲しいね。楽しそうだな。よし。そうだな。いいね。さあ、じゃあ皆様、大変お待たせしました。ね、はい、今日のね、プレゼント企画ということでですね、最初はね、もうなんか、優勝とどめんの人にって思いながらも、あの、前々回か、あの、うん、強烈に盛り上がったのが、このあの、もう、時差のある、あの、早い人誰みたいなのがですね、あれで、まあ、あの、すごい勢いだったんで、なかなかこう、あの、動体視力がめっちゃ良くないと分からんやろっていうぐらいの、あの、勢いでしたので、今回はですね、結構難しい問題にしてきました。ね。おい。で、ちなみにですね、どうしようかな。それぞれ皆さんね、プレゼント持ってきてねって知ってたんで、みんなあの、ね、もしかしたらクイズ回答者も、俺いらねえっていう人は押さなくていい、くすむから、あのね、うん、ね、まだ、まだコメント来ないとかないよね。じゃあ、まずは、どっから行きましょうかね。どっから行きましょう。まあ、下から行きますか、じゃあ。うん、まず、じゃあ、ハスキー。ハスキーの、はい、ハスキー。ハスキーの問題いきましょう。うん、じゃあ、ハスキーの、じゃあ、プレゼントは今回何ですか？あ、ですね。僕も悩みました。はい、正直。お、はい。でも僕は、もうサンクスチャンネル応援してくれてるファンのために、は、う、い、ん。出します、はい、もう手放します。はい。出たよ。はい。このミッキーを、あの、寝るときに来てください。ね、寝るときなんだ。そう、俺と同じ気持ちになれますね、これは。世界で古着屋にあったら結構高く値がつくやつだよ、確かに。メルカリとかね。うん、だ俺は本当惜しみましたよ。でももうファンのため。サンクスチャンネル応援してくれてるみんなのためにも出します。なるほど。これね、はい、皆さん、素晴らしい、ね。スタンバイが入るから先にじゃあ、プレゼントを披露しちゃおうか。ね。じゃあ3位は次、のどちんこ。のどちんこからのプレゼントは、はい、僕はあの、水野がです。水野のですね、はい、水野が知恵を絞ってですね、はい、シュプリーム風に仕上げたトレーナー服です。トレーナーです。おお、はい、サイズはここサイズはこれは XL ですね。XL。ちょっと、はい、オーバーサイズ気味にしてください。おお、いける。おしゃれですよ。おしゃれですよ。実際にめちゃくちゃ着てるやつですから。おお。
皆さん、じゃあ、のどちんこの時は、スタンバイしてください。はい。そして、2位は、鉄人です。鉄人馬からのプレゼントは。ですね、今、何の秋って、食欲の秋とかいろいろあるじゃないですか。うん。読書の秋なんですね。うん、おお、皆さん、こんにちは。おお、自分の本。皆さん、部作を。お、それすごい。それ嬉しい。そんなあんの？はい。漫画の出たばっかなんで、皆さんぜひ。それは嬉しいわ。はい。なんで、3分。なるほど。はい、おー。サイン入りで。はい。サイン入りで。はい。オッケー。プレゼントいたします。いいですね。皆さん、鉄人、期待してください。はい。そして、そして僕は、ですね、ちょっと靴なんで、靴なんで、ちょっと、サイズはあれですけど、27なんですけど、うん、これ普通のブレーザーローに自分でこうペンキ垂らして、うん、作ったんですよ。なるほど。はい。いやいやいや。ちょっと右側ね、ちょっとミスったんだけど。私右側ちょっとミスったんだけど。ちょっと黒が多すぎて。こっちの方が綺麗。サイズ何センチって言ったっけ ?27 です。27センチ。はい。うん、まあね、ナイキだからちょっと大きめでもギュッと縛ればいけます、はい、うん、皆さんじゃあスタンバイしてください。スタンバイね、まだありますからね、おそらくまだ引っ張りますから、進路を応援してくれたらまだ引っ張りますけど、とりあえずはまず1回通りいきます。まずですね、ハスキーの問題からですね、うん、ミッキー欲しい人準備してください。ミッキー欲しい人ミッキー欲しい人準備してください。これはですね、ハスキーファンにはですね、うん、かなり貴重なんじゃないですかね、これは。ハスキーファン、うん、ね、本当に。え、もうそう、僕の匂いのまま渡します。モーニングルーティーンのね。モーニングルーティーン。ルーティーンでそのままね、はい、プレゼント。ルーティーンで着るわ、これ。うん。それ喜ぶよ。これ、もう結構、難しいかもしれないんだけど、まあ、皆さん頑張ってください。今までの動画に必ずありますからね、うん、答えはね。はいはい、はい。いきます。はい、頑張ってください。ちょっとね、ハスキー、はい、チャット欄見て、答え、はい、当たってる人が出たら教えてね。一応さ、出てきたらもう次行くけど、はい、一番最初の人ですよ。一番最初の人にプレゼントしますから、はい、もう。厳正なるプレゼントですからね。Okay、見とこうじゃん。うん。いきます。では、ハスキーの問題です。はい。ファッション誌、おしゃれ J リーガー特集で、ハスキーが着ていたパーカーのブランド名は何？いけ、皆さん、頑張って！全然わかんない、俺。本人のかい。本人わかんない。やばい。なんだ。お、出てこない。全然出てこない。出てこないな。来ないな。俺も出てきてない。もしかしてミッキーが人気がないのかもしれないぞ、これ。ロッキー。シュプリーム。あ、来た来た来た。素晴らしいね。来ましたね。え、出たんすか、もう答え。出た。すごいね、やっぱ。思い出した、たくまん。僕の動体視力が間違いなければ。めっちゃ来てる。うん。わかりましたよ。コメントこれね、もうあくまでも、ハスキーがなんか粗相で、分かってなかったんで、ここでちゃんと盛り返すブランドの宣伝ということで。うん、すごいすごい。ありがとうございます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 。祖父だっけ？祖父じゃないか。違います。違いますね。あ、違うんだ。え、でも、はい、なんだ、なんだ。ちゃんちゃんこのブランドは祖母だっけ？祖母、祖父。祖母。みつこ、みつこ。みつこ。みつこ。メイドインみつこって書いてある。みつこ札幌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 ね。うん、美しい海が不明って言うけど、ホワイトマウンテニアリングっていうことでね、ちゃんと名前が言えなかったっていうことでね。ホワイトマウンテニアリング。うん、へえ。お、
ホワイトマウンティン。では、ホワイトマウンティニア。次、のどちんこさんの問題でいきましょうか。のどちんこさんの問題。皆さん、トレーナーが欲しい方、とりあえず、何風でしたっけ？シュプリーム風っす。シュプリーム風のトレーナーが欲しい人、頑張ってください。いきますよ。のどちんこファンの方、頑張ってくださいね。はい。これは難しいですよ。難しい。皆さん、頑張ってください。のどちんこが、うん。なんなんを歌ってみたの動画で、なんを食べている後ろの壁に貼ってあるものは何でしょう。なんが多すぎてわからん。めっちゃきついよ。うわ、なんだっけな。もう一回、ちょっと静かして。のどちんこがなんなんを歌ってみたの動画で、なんを食べている後ろの壁に貼ってあるものは何でしょうですかね。今、あれ474人の YouTube 部屋でなんなんがずっと流れてますね。ジさんの。そうですね。確かに、速攻。見返してるな、これ多分。これは、地図。お世界地図。地図。世界地図。世界地図。素晴らしいですね。世界地図。正解なんだ。正解だ、うん。すごいね、さすが。おめでとうございます。ね、全然僕らも分かんない。世界地図？シェンの世界地図ですか？正解ですよ。はい。正解です。すごい。おめでとうございます。すごい。見ないで後ほどね、あの正解してる方にはね、あのコメント欄で、あの、なんてやり取りさせていただきますので、ちょっとね、誤って何々さんってここで読んで違ってたらいけないので、ちょっとあのね、読まないでいきますけれども、なるほど、お待ちいただければと思います。はい、次、じゃあいきます。ね、皆さん。よし。はい、鉄人ファンの皆さん、お待たせしました。これ頑張ってくださいよ。ね、いきます。問題です。鉄人、ね、メガネドレッサーコーデです。うん。メガネドレッサー賞の何賞を受賞されましたかと聞かれて、鉄人は何と答えたでしょう、うん、何賞と答えたか、はい、なんだっけ、はい、もう一回読むよ。メガネドレッサー賞の何賞を受賞されましたかと聞かれて、鉄人は何と答えたでしょう結構いい答えしたな。え、ふみは覚えてるの、はい、めっちゃ早い。うわ、すっごいね、これは。早すごいんだけど。何すげえな。よく見てるな。当たってるよ、当たってるよ。だって同じ回答だもんね。確かに。すごい。早いね。早いよ。すごいね。上って人、さっきも早かったの。確かに。早い、すごいな、マジで。やべ、独占される、独占される。すげえわ、これ。絶対だとチャット見れねえんだよな。あれ。え、現実在カメレオン。すげえ、早っ。現実在カメレオン賞、ね。すごいね。何賞っていうね。いやー、すごいね。すご。誘ってんじゃん。誘ってんじゃん。それは森脇だ。よし、ちょっとじゃあ、もうあれです。次はもう。スケベの、ね、スニーカーですから、来るぞ。ゴリゴリに難しいのいきます。ゴリゴリに難しい。うわ、ゴリゴリに難しいのいきます。皆さん、スケベ、いきますよ。来るぞ。上さん、来るぞ。いきますよ。皆さん、準備してください。上さんに注文。頼むぞ、上さん。おしゃれなスニーカーいきますよ。絶対王者。いきます。この問題はですね、皆さん、3点セットです。答えを、ちゃんと3つですね。3つというか、まあ、あのポイントが3つありますので、うん、3つありますので、3つ揃って正解でプレゼントにしますので、いきますよ、はい。夜景デートの回で、うん、スケベが着ていたコートは、うん、何年代のどんな人たちのコートでしょう。スケベが着ていたコートは何年代のどんな人たちのコートでしょう。これはですね、何年代がワンポイント。俺分かっちゃった。何々、ね、
何々の何々。めちゃくちゃむずいわ。俺分かっちゃった。なんで俺それ分かるの？うわ、早いなこれ。早いや。すごいなこれ。すごいわ。すごい余裕だ。よ。どんだけ長いわ。早い。合ってんのかこれ。合ってんのか。合ってんのかこれ。合ってるわ。合ってる。どっち？どっち？合ってる。いや、合ってるわ。これすごい。ね。俺も同じこと考えてた。え、なんで覚えてたの？俺覚えてたんですよ、それ。すごいね。チャットしろよ、じゃあ。あ、やべえ。遅れてるよ。ログインから入んないと。やべえ。もうだいぶ上がったわ。いや、でもこれすごいわ、みんな。すごいね。すごいわ。いや、恐ろしい。だってこれさ、今見返して打ったりってことじゃなくて、覚えてるってことじゃない、もう。いや、でもなんなら、今日の、あれじゃないですか、9時ってなった時からもう多分2時間前ぐらいから予習みたいなの走ってんじゃないですか。あ、クイズ出るから。あ、すごいね。じゃないと見ただけで確かにそうだこれ。いやでもあれかな、寝る前聞き流しみたいにしてんのかな、はい、おお。スピードランニングみたいな。あ、やっぱハスキーの声とかで、ね眠りたいって人がいやー、行きました。じゃあ皆さん、おお、もうすごすぎますって言ってますね。すごい、すごいわ、うん、ね、素晴らしい。ちゃんと嬉しい。シェンロンを応援してくれたら僕はもう引っ張り出してきますよ。皆さん応援してくださいは引っ張り出してきますよ。もう、ね、シェンロンファンね。シェンロン教えてくれ、あの、押してくれないとちょっと引っ張り出さないですけどはい、あの、今回ね、優勝とドベになった、ハスキーと、うん、スケベにはですね、プラス、うん、もう1プレゼントをおねだりしましょう、これは。おー、あらら、あるの、うん、ある、もう、あらら、あららって。あるの、今ですか、今持ってくる。うん、今持ってきて、なんか、今持ってきて、なんか、もう、今持ってくればいいですか、すごい、これ、うん、いいね、なんかリアルで。うん。もうあの、ハスキー、ミッキーの T シャツもう1枚とかいらないから、ミニーとかないの？セットで。いや、パンツなんだよ。はいとけした。映んないと思ったんだろうね、今日ね。ね、だから予定なかったんだよね。集中してないな。がっつり映ってたもん。それダメだろ。いいの？それはダメだろ。これだけは、いや、これだけはあげれないですよっていうの。ああ、なんだなんだ。したんすけど。どこのブランドだっけそれ？これですか？ね、うん、メイドインミツコ。ミツコ札幌。ミツコ札幌。いや、まあ、確かにミツコ岩見沢なんですけどね。あ、岩見沢か。岩見沢なんですけど。ミツコ岩見沢ね。僕も一応優勝すると思ってきてるんで、もう一個用意してたんですよ。もう。ビリの方で。ビリの方であげるとは。はい。思ってもいなかったですけど。これ、俺はもう出していいっすか？ん？もう持ってきたの？なんだ？あ、もうはい。準備してたんで。じゃあ、皆さん、ね、うん、あの、希望に満ちたプレゼントが出てくるか。ミッキーじゃないことに乗りましょう。ミッキーじゃないこと。なんだろう。いや、でも本当にミッキー出せないのが自分で辛いですね。ここでミッキー出せるようになったら俺も一人前だ。僕は、あの、ファビの奥さん言ってましたよね、さっき。あの、うん、なんかの時に。ハイカットが、うん、あの、生きてないと。おお、うん、言ってた、言ってた。こいつ俺んとこにいるよりも。おお。誰かに履いてもらった方がもしかしたらこいつのためになるのかなと思って。何センチ？これは でかいんだよな。30センチぐらいあるんじゃない？いや、縦長いっしょ。これは9と2分の1っす。9と2分の1。そんなハリーポッターみたいなことでわかんねえよ。US9ハーフ。US9 ハーフかな、うん、多分。なんで、まあ大体27とか、うん、27.5 とかだと思う。調べればね、出てくるから、ね。こいつも、本当
ね、頑張りたいとは思ってたと思うんですけど、きっと皆さん、皆さん、輝けないんで、ハスキーから、なんと、きなりの、コンバース、ロ、うん、あ、ハイカット。はい。まだ、あんまり履いてないじゃない。いや、多分、全然履いてない。3、4回ぐらいしか履いてないような気がしますね。綺麗だもんね。うん、本当に輝けないんで僕のところでは。確かに輝いてはいなかったよね。みつこ、いやみざが一番輝いてる。やっぱ来た時の存在感はすごいよ。あれね、なかなか出せるもんじゃないし、うん、作れるもんじゃないんで。そう、あんま着てけないもんね、外にね。着てけない。27.5っすね。27.5 か。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、なかなか1月1日これ着てスーパー行くんですよ。おー。寂っつって。めっちゃ見られる。あ、みつこ、いやみざわだって。ツアーみたいな。みつこ、いやみざわ着てるみたいな。あれだな、大悟、スケベ帰ってこなくなっちゃったな。帰ってこないな。めちゃめちゃでかいものか、あの、めちゃめちゃ厳選してくれてるか、うん、どっちかだ。うん。なんだろう。なんだろうな。多分ルアーじゃないですか。ルアーいっぱいありすぎて、ちょっと調べてるんじゃないですか。ルアー。そっち系かもね。釣り系かもね。あれだね、ルアーだったらみんな、あの、応募者がちょっと、あの、いや、私もらってもみたいになるから、あの、確かに。ちょっと楽になるかもしれないけど。うん、なんだろうね。だいぶ探してるね。だいぶ探してるね。うん。もうあれだな。ミッキー探してる。ミッキー探る。ミッキーか。これ出すの。あんのか。もうあの。あいつもあんのか。むちゃくちゃもうあのこの間を埋めるのに、もうあの巻き場をなんか行けよ。巻き場をなんかあんの？巻き場をなんか行けよ、なんか。なんか行けよ。僕のプレゼント。クイズ考えてねえけど、巻き場王のクイズなんかあるかな？ちょっとみんな巻き場王のクイズ考えて、そして、うん、巻き場王のプレゼントをおねだりしよう。いいね、巻き場王クイズは、そう、ファービーにお願いしてもいいんだけど、送るのが大変だよ、ファービーは。送るのが大変だから。なんならサドブサドはいいんだよ。いらないし、ミッキーじゃないんだから。マキバオはあれ、マキバオ、あのゴメスのその名前の由来みたいな。由来言ってましたっけ？これサイチャンネルで言ってたよね。言ってた。言ってたわ。その名付け親はみたいな。そんなの言っちゃうもうあれじゃん。もう始まっちゃうそれ。始まっちゃうから。ダメじゃん。なしだ、ね。ダメじゃん。ダメじゃん。お先生帰ってきた。先生帰ってきた。いやー、これは。これは。もう今さ、なかなか帰ってこないから、あの、うん、スケベはめちゃめちゃでかいものか、めちゃめちゃ厳選してきたか、どっちかだっつって、めっちゃハードル上げてたんだけど。めちゃめちゃ厳選しましたよ。あ、そう。お、何え、お、発表したの？たミッキー、あ、俺は、たくん、あれ、たくん発表した。俺のとこじゃ生きれないハイカットを誰かのとこで生きてほしいっていう。なるほど。うん、コンバース。僕は、マルニの、ええマジ？めちゃくちゃいいじゃん、ね、これは。普通に。ちっちゃいちゃう。これ、ちょっと調整できるみたいな。すげえ。これで使ってない。全然使ってない。あれじゃない。女性陣も張り切ってくるね。ねえ。全然使ってない。え、それをあれ、ビリのおしゃれにするアイテムってことですか？僕に？なんでや。使いこなせんやろ。やれ。問題に挑戦しろ。オッケー、ちょっと ログインしてからいいっすか？裏黒。あ、いい。え、じゃあ、その時その時で色、なんだ、正面変えれるってことですよね。そうそうそう。中もなんかこう、チャックが一個。本当だ。これは嬉しいんじゃない？めちゃくちゃ。
すごいよ。お、マルニのバックが出るようなチャンネルになってきましたよ。うん。もう、戻ってきた。マキバオ、マキバオ頑張らないと、マキバオ頑張らないと、あの、敵はマルニのカバンだから、もうあの、マキバオの時、もうあの、問題解答するのやめたとかって言っちゃうかもしれない。マキバオもなんか、なったのね。そうそう、持ってくる。埋め合わせに。埋め合わせだよ。大悟が遅かったから。持ってきたの？いや、持ってきました。何？何？マキバオ何？期待するよ。なんだこれ、餃子の王将、餃子の王将どこに売ってんだよそれ。こいあの亀田のイオンで。いいね、ポン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 。それ来てんの？もう何こ これ2点セット、2点セット2点セット。 あいいね。まあ確か買わねえな自分じゃない、これは買わないでしょ。あ、まあまあ買わねえじゃないこれ。これいいっすよ、一郎ぐらいじゃない着てんの。確かにおしゃれにね、着こなしてるのは。うん、あとこれちょっと迷ったんすけど、え、それいいの？おいいのか、それめちゃくちゃお気に入りのやつじゃん。それ俺たちの俺たちの高知キャンプの時に毎日着てるやつじゃん、それ。これまたでもいいの買うんで。ああ、まあ確かにお揃いになるかなっていう。これ3点セットでいきます、すごいね、僕 数で攻めますわ。うわすごい、それは来るかな答え。来るでしょ。だけど問題考えてねえんだよな。シェンロンが考えてるかどうか。今考えてんだ。今考えてんじゃない。スズムシがもう。スズムシがすごい。秋だね。秋だね。いや、いや、ちょっともうね、こっちもイレギュラーが発生しまくりで、マキバオがまあまあ本気のプレゼントだから、ちょっとあの、問題作成しながらいかないといけないと思いましてですね。では、行きましょう。はい。お、決まりました。マキバオもセットしますからね。マキバオもセットしますから。お、すごい。うん。行きましょう。はい。じゃあ、あの、リラックスした感じで問題出せる、うん、あの、まずは、ハスキーのプレゼントの問題からいきましょう。皆さん、コンバースをセットしましょう。これも難しいかもしれないんだよな、でも。でもなんか、今日の、問題を回答されるレベル高いんで。高いっすね、うん。早いもん。うん、綺麗だね、コンバース。3回ぐらいしか入ってないっす。うん。お、行こう。では、よし。ハスキーのコンバースの問題です。じゃじゃん。メガネドレッサーで、ハスキーはスケベにどこに行く格好と言われたでしょう。うん、頑張ってください。わかんない。どこに行く格好と言われるでしょう。メガネとかスタートの時ですよ。全然わからん。どこに行く格好。覚えてない。覚えてない。大学覚えてます？いや、もしかしたらあれからっていうか。あ、え？何が？早いね。なんか早い。なんか。上さん来たよ。上さん強いわ。上さんすげえ。上さん強いわ。ああ、言われたらそうだわ。うん、そうだ、言ってた、言ってた。そう、言ってたな。すげえ、早え。何だったんだ上さん、いいわ、これ。もういいんじゃないですか。誰か分かんないのか。うん。言った本人がわかんない。ね、見れないしね。すごいわ。なるほど。はい。すごいね。おめでとうございます。うん、なんだったの？ジンギスカン。ジンギスカン。あ、ジンギスカン。言われたらな、思い出せるけど。面白いね。すごいね。さあ、皆さん。スタンバイしてください、スタンバイ。次はもうあの、マルニのカバンいきます、マルニのカバン。お、マルニ。マルニのカバン。ここ大事だよ、ここ。ここ早いんじゃない？皆さん、集中してください、集中してください。いきます。いきますよ。準備、整ってます？ちょっと俺もログインするか。欲しいんだ。
欲しいんだ。欲しいんだ。なんかあの、面白いコメントが、上さんが目黒区のピーコって来ましたけど、絶対違いますから、大丈夫。それ、絶対違いますからね。あの、ダメだ。チャンネル作成するところからしないといけない。間に合わねえな。もう諦めた。諦めて。なんでなんで諦めるなよ。はい、皆さん、マルニのバッグ、トートバッグかな。はい。いきますよ。トートか、まあ、肩掛け。いきます。これはですね、2つセットで正解して正解となりますので、うん、皆さん2つちゃんと書いてください。2ついきます。もうヤマハって言った方がいいかもしれないですけど、うん、部屋着コーデにて、うん、スケベはのどちんこに、うん、何を持って外に出ればいいよねと言われたでしょう。なんだ、部屋着コーデにてスケベはのどちんこに何と何を持って外に出ればいいよねと言われたでしょう。何と何を持って、全然わかんねえ。わかんねえ。出た。なんだろう。わからんな。部屋着コーデにてスケベはのどちんこに何と何を持って外に出ればいいよねと言われたでしょう。あれか。本当だね。ねどっちだろう。いや、確かにどっちだ。どっちもあるな。うわ、なんかそっちっぽいな。どっち？どっち？どっちなの？どっちっすか、これ。どっちだ。ん？二パターンありますね。てか言った本人を覚えてないの、うん、言った本人。いや、全然覚えてないです。こうなんか上着と、なんか T シャツだけだったら寒いよね、みたいな。T シャツだけだったら寒いよね。え、じゃあ俺違うのか、これ。あれ全然覚えてない。スウェットコーデですもんね。スウェット、部屋着コーデですもんね。うん。いけましたか。はい。どれなんだろう。これ正解は何ですか。ん？正解はもう大丈夫かな。通帳と印鑑ですね。うん、あ、そっちか。そんなこと言ったんだ。惜しかったな、俺したら。惜しいな、惜しいな。あ、このまま逃げれるみたいな感じで言ったですね。うん。いや、どんな感じで言ったか覚えてねえよ。さあ、皆さん、ではですね、巻き場をいきます。巻き場を。巻き場の問題はもう、皆さん、気になるな。スピードが命です。スピードが命。僕も読むの早くいきますね。はい。巻き場のファンの皆さん、いきますよ。Jリーガーがナンパしてみたの動画で、のどちんこと巻き場王が訪れた場所はどこでしょう。Jリーガーがナンパしてみたの動画で、のどちんこと巻き場王が訪れた場所はどこでしょう。ピンポイントで言うってことですか。ピンポイントです。ピンポイントね。うん、ピンポイントです。いい問題。正式名称ですよ。正式名称。正式名称ね。正式名称ね。はい。おっ。素晴らしいですね。すごい。すごい。バズるんじゃない明日。ここ。めちゃめちゃ人来てる。めちゃめちゃ、あ、ここか、みたいな。あ、いい問題でしたね、結構。うん、これ、引っ張っていけるね。オレンジローソンじゃないよ。オレンジローソンじゃないよ。
あそこのクラブハウスの裏のオレンジローズはもうないからね。もうないよね。もうないんだ。アカデミーのね、なんか施設になっちゃった。俺が行った時にはもうなかったもんね。あ、そうだった。うん。あ、そうでしたっけ。あった気がするけど、大悟君。あ、そうですね。大悟君来た時多分なってますね。ないよね。はい。盛り上がったところで、すごいわ、すごいわ。今日は、もう参加してる、ファービーと、マキバオと、ちょっと、10時半ぐらいまで、会話を、フリートークしていただいて、お開きにしたいと思いますので、なんでも、なんか盛り、どうでした今日。どこか今日は、まあ、個人的には、うん、まあ、一個、もうなんか服対決ちょっとやめません。それはあるね。なんかもう3人の戦いになってるからさ。3人のじゃなくてさ。何違う。なんか俺パジャマの時すごかったからピークが。いやいや言うてもさ今日ビリじゃん。まあそうっすけど。でしょ。もう企画を最初に考えたりしてるんで、あ、ビリだなって想像できた。まあ、確かに。確かになんかつまんないな、こっちからしても。そう。だろ こっちからしてもなんかちょっとあれっすわ。そうよな、こっちからしてもな。まあ、そっちからしてはさ、それはさ、もう、まあ、これでいけるかみたいな感じだけどさ。いや、そっちが正解に思えるよ、こっちからしたら。いや、こっちはもう、だからいつも通りなんだもん。いや、こっちもいつも通り。なんなら、いつもよりちょっと頑張ってる。いつもより頑張ってる。頑張ってもあれだもんな。夜景の見えるデートなんかしないわ。まあまあな。おー、なるほど。そしたらあれだね。なんか、チャット、その勢いで皆さん、何かこう、接戦になる企画とかをちょっとこう、チャットでいただいてくれれば、ね、後で、もうね、料理対決とかってなってるけど、みんな料理できるの？いいね。もうやろうと思えば。でも味が大事ですかね、結構ね、見た目よりも。ああ、そうですね。なんか味が分かんないと。審査できないか。そう。味がな。なんだろうな。企画会議を視聴者と一緒に考えてみるのはどうですか？インスタのアンケートとかで。それいいっすね。なるほど。それいいっすね。もう結構服の対決はやったと思うんで、うん、2、3回ぐらいもうやったから。いや、またあれじゃないの、ま、でもさ、やっぱこう成長を促すにはもう勝つまでやる。勝てると思いますか、ハスキーが。いやいや、いいか、違うんだって。違う、これね、もうとある情報によると実はハスキーはファッションは分かってるという。ただ恥ずかしいだけっていう説があるんですよ。いや、そんなことないっすよ。なるほど。ね、恥ずかしいだけなんで、実はね、分かってるんだよねっていう感じは、ね。僕、ちょっと勝手な自分の、なんていうの、見解というか、展開というか、弁解というか、なんかそういうのある、言っていいですか。はい。島村コーデ。あったじゃないですか、うん、あえて選んでだったら多分なんとなくそのイメージはつくんですけど、うん、例えば今持ってるものではいみたいなの言われると持ってるものの服の種類が少ないのとなんかそのあんまり普段ジャージしか着ないんで、うん、スウェットとかどこに行くのも、うんうんうん、だからもうなんかその1個しか技ないみたいな、まあ、見解じゃなく言い訳だったっていうパターンです。言い訳じゃん。まあ。情けないぞ。だからなんかおしゃれっていうか。それはこっち側の人間からしてその言い訳はないぞ。いや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 、まあそんな、なんかさ、わかります？おい、みつこ、嫌みざわでごまかす。まあ、まあ、恥ずかしいでやってんだったらね、一番恥ずかしいのは俺だよね。確かに。あれはどう、その写真対決とかなんかテーマに沿って写真撮って、で誰が撮ったか分かんないやつで線のドンって出してどれが1どれがいいみたいな。なるほど。例えば今だったら
例えばなんだろう、秋、秋にちなんだテーマをバッて取って、うんうん、それいい。でどれがいい？いいんじゃない？写真対決。候補上がりました。誰がどの写真かは言わないってことですもんね。言わないで、まあ、テーマだけ決めて、その撮り方とか。言ったら勝てんじゃないの？うん、もうこうなるとだって、場所と分かっちゃう。そう。何こうなるとスケベのものっていうのが分かんなくなっちゃうから。あれ？どういうことなんかやっぱりスケベが取ったってことだけでちょっとなんかポイント高くなっちゃう説もあるから、うん、でしょ。そう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 、だからそれを隠して取るのがいいじゃん、うん、名前出さずにさ、せーのドンで出すってこと。そう、場所の特定は分かんないようにした方がいいですね。新潟だと新潟分かっちゃ う、ね、分かっちゃうけど、確かに確かに分からないような感じで、そうそうそう、そうなんですよね。なんかイメージアワサンクスまた見たいですから、あれっすね、もしあれだったらさ、やってみます、久しぶりに。1年ぶりに。マキバオとファービーのさ、うん、合格試験というか、入試でさ、あ、いいっすね。中合わせてこれたらね。そう、合わせてこれたら合格とかにする。もう、全然いいっすよ。面白そうじゃない？うん。いや、でも、なるほど、俺、答えはどんなんだっけな。僕らに合わせたらってこと？サンクスチャンネルメンバーになったらってこと？そうだね、そうだね、そうだね、そうだね。あのテーマのやつっすよね。テーマ言ってみんなでドンってやつ、ね、うん、テーマ。そう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 。あの大物女優といえばみたいなやつっすよね。そう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 。はいはい、やったやつね、前ね。誰に会えばいいんですか、それは。多い方が。だからあれじゃない？そのもちろん全員会えばいいんだけど、それが難しいだろうから、うんうん、6人もなれば。だから、うん、マキバオとファービーは、4人の誰にも会わなかったら、うん、そのなんかまあ、うん、あ、ダメみたいな感じで、みたいな、その誰かにこう会えばあのいいみたいな感じを、何ポイ、何問中何問とかでこう入試してもいいかもね。いいね、全然いいっす。ガチの入試じゃないですか。これおもろい。そうだよ。それはそうだよ。もしくは本当にガチにするんだったら、まず4人で1回企画をやった後にそれを同じのを出す。ああ、うん、それでもいいよ。多いのを全員の答えとして。なるほど、そうっすね。それいいっすね。確かに覚えてないもんな、もう。覚えてないでしょ。うん。それもいいっすね。試験編として。それでも今やんないと見ちゃいますもん、俺。ダメだよ。絶対早い。新たにやればいいんだよ。そう、新たに俺らがやって、あ、そういうことね。本当の正解出すから。本当の正解出すから。結構なんか、お絵かき対決とか、お、出てるね。何対決？お絵かき対決。ああ、お絵かき対決。いいんじゃない？全然負ける気しないけどな。書道とか俺結構意外と得意だよ。お絵描きだって、ファービー、お絵描きとかのレベルじゃないっすもんね。画伯っすよ。ファービーね。俺はね、写真を写して、それを描くのが得意なんだけど、なんか描いてくれって言われたら全然描けない。写し絵ってことか。そう、写すのは得意。真似するのめっちゃ得意だもんな、なんでも。うん、じゃあ、これあれやで。ハスキー、この時に喋っとかんと、お前、絵描けるんか？意外と、ポイントは抑える。意外と。ちょっと俺負ける気しないんだよな。あの北海道知ってます？あの、奥さんお絵描きですよっていう番組があって。あれ、毎回俺描いたら絶対答えれるのになって思っちゃいます、ね。思っちゃってるのね。思っちゃってるし、なんか俺の絵あるかな？なるほど。難しいな。絵はダメだ。これさ、じゃあ、もダメだな、どうしよう。書道だな。絵がなんか接戦だけど、画伯はちょっときついから、うん、ファービー、画伯以外で、うん、他の5人が絵を描いて、誰が描いたか言わずにね、うん、ランキングをつけてもらうっていうね。ああ、いいんじゃない？うん。これだったらいけるかもしれない？ハスキー。うんうんランキング、まあ、なんでハスキーって言ったのか分かんないですけど、絵に関して。いやいや、お前が勝てんと、あの、
ちなみにじゃないだろう、だってさ。1位になりてえだろ。いや、ええか。いや、俺結構自信あんだけどな、いいのあ、そう。美術なんかいけそうじゃない、そしたら。美術ちょっと待って。あの、大悟はやっぱちょっと上手いんですよ。あの、うまいの知ってるもんね。前ね、なんか、うん、ご飯食べに行った時に、大悟が前にいて、うん、その後、大悟がいなくなって、大悟がなんか手紙みたいなの書いて、魚の絵書いてたんですよ。うん。うんうん、それ結構うまかったですよ。魚は簡単じゃん、だって。後から、アトムが来るから、そこに、ね、そうそうそう手紙を残したやつね。そうそうそう。ボナペティ、ね、それで書いてるのがかなり、まあ、魚だったからかもしれないけど、ちょっと、なるほど。が有利じゃない。なるほど。そこもあれじゃない？画伯が何の絵っていうのがさ、余計にこうさ、こういうのはこう難しいとか、こういうのは苦手そうかなっていうのを狙って、お題も画伯にこう、決めてもらえば。うん、ああ、ね、また才能を見せちゃうだけだと思うな。これこれ、絵がうまいの対決、うん、それともなんかそのお題で、あ、これが一番いいっていう対決、あ、もちろん、あれだから、画伯が順位をつけるから、うん、もう画伯の心を読んでいかない。つかめばいいんだやつ。ああ、つかめばいいってことね。そう。うん、要は、厳正なる。だって、そういうことね。ハッキーが描いた絵とわからないで、そうっすよね。チェックするから、うん、そういうことか。誰が描いた絵かはわからないで選んでもらえば、不公平感はないでしょ。そういうことですね。今回も結構バックボーン大事だったからね。バスケのやっぱおばあちゃん、うん、おばあちゃんで結構ポイント取ったじゃん。確かに。まあ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 。おばあちゃんメイドインね。メイドインね。うん、いやでも、なんていうか、千葉さんあれっすけど、やっぱ部屋ぐらい落ち着きたいっすよね。落ち着きたい。あ、なんかそんな落ち着くのが一番だから部屋には。一番なのに、なん、ばあちゃんっていうかあれ落ち着くかなって思っただけなんで。部屋着の時に落ち着けないと何着で落ち着くのっていう。何が、そう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 。こっち側の人間としてはね。うん、まあ絵でもいいっすよ。お絵描きやってみますか？お絵描きとした。お絵描き、まあ。俺は写真やりたいね。あ、写真もいい。写真もいい。うん、写真やりたい。写真はなんかみんな平等にでしょ？できそうね。うん。絵はちょっとな、個人差あるかもしんねえな。俺でも絵あんま得意じゃないけど、自画像とかだと結構いけんのよ。自分の絵、自分自画像描いて誰が一番うまいかみたいな。おお。じゃあ、無理じゃん。絵はじゃあ、こちらからですね、画材は送りますわ。お願いします。そこ統一する。うん。で、ちょっと、画伯に何の絵かっていうのを、ダメだぞ、ハスキー。誰かに書いてもらうとか、そういうこと、そういうこと、よくやるからな、本当に。そんなことはしないっすよ。ライブでもできんじゃないですか、ライブでも。あ、誰が書いてもらっちゃう。自分が書いてる、動画を撮ってね。うん。そうしましょう。なるほどね。いや、これ。なんかいっぱい。うん、むずいな。むずい？いや、もう、ガチで買いくのか、ちょっと外しに行くのかとかさ。アトム君の心をつかめばいいっていうところに今着目してるんだよ。ああ、そうだ、ね。審査委員の、ね。そう、審査委員長の。だ審査委員長の絵見とけよ、どういう絵あるかな。うん、どういうのが好きかっていう、好みの。うん。こっちに寄せないと。ガチのやつになっちゃうな。まずは。お、なんか、あんまり口数が少ない鉄人は、絵は大丈夫なのか？いや、ダメって言ってました、さっき。え、マジで。そっと。え、ダメなんだよな。お、じゃあ、ハスキー、いけるな、これ。はい、いや、いけると思いますよ。マジで、低いっすよ、俺の絵。巻き場は、絵はどうなの？いや、そこそこいけると思いますよ。あ、そう。うん。じゃあ、ハスキー、とりあえず、あれだ。鉄人狙いだ、鉄人狙い。脱出するには。鉄人食い。いいね。マジで無理ええわ。おもろい、おもろい。絵やってみましょうよ。一回じゃあ、絵対決。はい。なんか、ピアノとかリコーダー対決とかもなんか来てるけどね。
ピアノ難しい。ピアノね。音楽ね。音楽。ああ。音楽ね。リコーダー対決ってどういう対決ですか？笛じゃない？笛。笛。一回ピアノチャレンジしたことあるけど、やっぱ一緒になるもんな、手と足が。手と足？難しい。あの足もなんかこう、こうするじゃないですか。ああ。ここまで、そこまでいったの？あれむずい。足使う？あれむずい。足使えんの？足使えるんですよ、あれ。言ってねえわ。むずいっす、あれ。確か、鉄人さんの絵はっていうなんかコメントが。こんな感じ？面白いね。なんか、ファービー、マキバオ、なんかこう、言い足りたい。ないところがあれば最後締めくくって。どう？感想でも何でもいいよ。もうあのとりあえずイメージできた。イメージアワサンクスのイメージここで身につけとかないとあのフィットできない。ダメよ。俺らのイメージを入りたいんだろ。もうあれですよ。全部チェックしてるんで、まあいけると思いますよ。その辺は。ああそう。自信はあります。あ、そう。あれだね。そしたら、こう、あの、あまりにも、あの、現メンバーも外れすぎてたら、ちょっとチェック入れないとダメだね。今度そうですね。合格、確かに。確かに。久しぶりに、久しぶりに。合格あんのちっちゃってるし。あるよ。入れ替え戦とかってこと？サンクスチャンネル2の方に。マジか、入れ替え戦あんのか。サンクスワン、やっぱサンクスワンに位置づけないと。あ、じゃああれか。サンクス2を作る？サンクス2を。サブチャンネル。はい。サブチャンネル。研究生みたいな。ダイヤタリーみたいな感じでね、やんないと、うん。動画の編集を自分でやるとか。むずいな、それ。これやばいよ。徹夜だよ、それ。過酷だよ。普通は過酷だわ。やっぱ、そういうのをこうね、やっぱこう、入れていかないと。そして、ガッツで。ありがたみが分かんないよ。サンクスワンに。そうか。面白そうだな。なんか面白いかもしれないね。イメージアワサンクスで、こう、2降格。決定か、うん、みたいな感じで、サムネもなんかイメージ湧くし。うんうん、確かに面白そう。え、今日降格、昇格争いみたいな。聞いてねえよ、みたいな。いきなり来るみたいな。サンクスワン参入戦。もうね、では、じゃあね、また次回ね。これ盛り上がるんで、またね、同じぐらいのタームで。また頑張ってやっていければと思いますので、今日も長い時間ありがとうございました。皆さん視聴者の方もありがとうございました。ね、またプレゼントの方はね、厳正にちょっとコメントのところに送らせていただきますので、お楽しみにしておいていただければと思いますので、これはですね、どういう感じかな？なんか YouTube に映ってる画面だと、あれかな？この、真ん中の人が手ぐらいにして、うん、で、両サイドが、V の字になるようにしとく。両サイドが V。誰だ？俺かな？お、俺に主人公。あ、そう、なるほど。大悟くん真ん中だから、こう、なんか両手にしとく。で、こうか、俺。うん。逆か俺。お、真ん中二人？真ん中はね、一応これのどちんこと大悟くんになってる YouTube の動画の方は、うん、こうか。これね、つながってる風にする感じ？どう？巻き場をどう？なんとなくバランス取ってる風に。巻き場は反対じゃない。あ、いいのか。巻き場は反対上げて。巻き場は反対上げて。そう。お、これでいいんじゃない？お、なんかよくわかんないけど、なんだろうな、これは。
それでは皆さん、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様でした。今週末、頑張ってください。長くない？長くない？はい。今週末も頑張ってください。気持ちはなんか手気持ち悪い。今日入ってる。過信点なんだよ。わかる。俺も、俺もなんだよ。マキバオ反対。マキバオ、サルでやばいね。反対なんだよ、ずっと。確かに。オッケー。マキバオ反対じゃない？マキバオ反対だよ。こうでしょ？よし。もう、そう。そうだね。あ、いいじゃん。ずっとサンクス2にいたいんか、マキバオは。お前サンクス、お前はサンクス2だ。もしくはサンクス3だ、お前は。サンクス3だ。成り上がってやる、サンクス3から。オッケー、お疲れ様でした。はい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 。じゃあ、切っちゃうね。はい。はい。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございます。